クントの肖像はウグスト・アドルフ・エドワルト・エヴァー・ハルト。クントはドイツの物理学者。特に工学や音響学の分野で大きな業績を残した。クントは1839年にメクレンブルクイコール・フォア・ポンメルン州のシベリーンで生まれた。ライプツヒで科学の専門的な勉強を始め、後にベルリン大学に移った。当初は天文学を志していたが、 ハインリヒグスタフマグヌスの影響で物理学に興味を持つようになり、1864年に光の脱文局で学位を取得した。1867年にベルリン大学の志向士となり、翌1868年にスイスの中立飛行科大学で物理学の教授に就任した。ここではビルヘルムレントゲンを指導している。 その後はレントゲンと共に1870年からビルツブルグ大学に勤め、1872年にはストラスブール大学に移った。ここでは物理学研究所の新設に尽力している。最後は1888年にベルリンに戻り、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツの公認として、ベルリン物理学研究所の所長及び実験物理学教授を務めた。 長い闘病生活の後、リューベック近郊のイスラエルスドルフで1894年5月21日に、成去した。1866年に、君とは、冠中の定在波を検出する方法を開発した。これは、空気の振動柱となっている筒の内部に、日陰のかずらなどの乾燥粉末を拡散させ、粉が不死に集まる傾向を利用し、 その感覚から振動の波長を明らかにする手法である。この手法を応用して異なる。機体中の音速を求めることができる。この手法を及び用いる筒を訓徳だと呼ぶ。工学の分野では、君との名は異常分散の研究によって広く知られている。彼は、機体、液体中のみならず、発金メッキを施したガラス状に、電解石室によって作成した。 金属薄膜中でもこの現象を観察した。クンとは磁気工学の実験も数多く行った。特にマイケル・ハラデーが失敗した真空及び期待中で磁場が変更面の回転に与える影響を明らかにすることに成功している。ありがとうございます。